トレインです。本日もマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc の、骨骨砂漠とでね、本日はですねこちらのヨッシートルネード、そしてねスポンジタイヤを組み合わせたカスタムでね遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。でこのカスタムね、まあ、正直ね強い、強すぎてあんまりみんなにね言いたくないんだけどもまあそれでもね言わないってなるとねやっぱちょっと隠してる感が出てねあれになるので、まあ今回ね紹介していこうと思います。でね性能はこちらになっておりまして、まあ一見ね結構バランスよくまとまってると思うんですけども、まあ実はそれがねめちゃめちゃ強いんですよね。というのも今環境に流行ってる、まあ、マリオトルネードだったりあとはロゼッタ花ちゃんに対して完全にねアドが取れております。でねその具体的に言いますと、まずマリオトルネードに対してはスピードとミニターボ値が変わらないのにもかかわらず、グリップ値が 0.75 プラスされてるんですよね。例えばこういう骨骨ヤブナス骨骨砂漠のような滑るコースに対してはまあ、ものすごくね走りやすいカスタムとなっております。でねもう一つロゼッタ花ちゃんに対してはねこれまたすごくて、ちょっと待ってね、一旦時蔵そのまま食らっていきますか。よいしょ。ロゼッタ花ちゃんに対してはよいしょ、スピードも変わらないのにもかかわらずミニターボ値が 0.25 プラスされてて、かつグリップ値も 0.25 高いというね本当に強い性能しておりますマジでねなんでみんな逆に使わないのっていうほどのね、性能しておりまして、これはちょっと赤コーラ無理だね、防いでいきまして、まあ、それぐらいのねいやーサンダー振るか、サンダー振るけどこれダブル取りたいからいい感じの距離感で割りまして、赤コーラ引いたからちょっと牽制しつつ、いやこれは2位で割りたいからここら辺で投げていきますか。 OK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  しっかりとアイテムも仕入れていきまして、よしチェーン OK もうそうなんだよね、そのグリップ値とミニターボ値がねその流行ってるカスタよりも高いっていうのはねもうアドでしかないのよねそんなカスタも本日使っていきますので最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目はココナッツモール。じゃあなんでこのカスタムがよいしょあんまり流行ってないのかと言いますと、まあ実はねこのカスタムにもちょっとしたねデメリットがあります。というのが隠しステータスに水中性能のスピードがあるんですけど、それがねちょっと極端に低いんですよねこのカスタムまあ具体的にマリオトルネードとロゼッタ花ちゃんの性能と比較すると、まあ、大体 0.75 ぐらい、ちょっと待って、ちょっと、ケツぶつけちゃった。0.75 ほどね、低くなっております。まあ、それがね、あんま採用されてない、まあ、理由になってるかなと思っております。まあ、ただね、俺ぶっちゃけ思うんだけど、このコース、というか、マリオカート8デラックスって、そんなね、水中がっつり走るコースってそんなにないから、ぶっちゃけね、スピード値ね、切っても問題ないんじゃねとは思うところもあるんだよね。でそんなにね、だって水中走るところって言ったら、俺がパッと思いつくだけでもドルフィン岬ぐらいだから、まあ、そこ以外走らなかったら、まあ、実質、まあ、89コース強いと言っても過言じゃないので、うわ、赤コーラ投げられたけど、これ消せないよな。まあ、これは素直に、よいしょ、復帰でキノコ使っていきますか。さあ、後ろチラチラ見るけども、いやこれは防御優先した方が良さそうだね、初とかよりも。よいしょ。さあボム兵引いたからこれ置いときますか。さあしっかり置いて爆撃しておきまして、だからねそのこういう普段のコースだったらマジでヨブロス、まあ、バリバリ使っても強い、そうで僕はね信じております。これは赤コーラわざと食らって、消えてるんだけど、まあまあ全然構わなくて、よいしょ、一旦このまま上でグライダーで伸ばして勝っていきますか。いけるかな、多分抜かす、いやギリ抜かせなさそうだから、いやまあまあこれは一旦2位を固く取っておきますか。さあしっかりと防いでいきまして、大丈夫大丈夫大丈夫、これは間に合わない、よーし2位熱いまあトゲゾー一発食らって2位だったら全然悪くないかな。まあという感じでね、まあ普通にこういうコースだったらアドが取れるっていうのはねもう言っておきたいさあ第3レース目はアイスビルディング。さあここは初手ミニターボでガッ
つりスピード乗せて前出ていきたいけど、これは前出れてそうだから、速攻ケツつけて後ろの人にね警戒させながら走っておきます。でね、このね見た目でもねあれなんだよね、その反重力のスピードも、まあ、今流行ってるカスタムと全然ね全く一緒の性能してるから、そこが熱いんだよね赤コーラは2個飛んできてないから大丈夫だね。いや飛んできてるね、間に合ったけどにやかではなさそうだからギリ耐えてるといったところではあるが、まあ2位の人が赤コーラ持ってるから、じゃああの人は多分投げてくると思うんだよな。顔がそう言ってる自分投げますよって顔してるから、ちょっと早めにアイテムを割っておきたいところではある。さあ投げてきてるからしっかりと、いやークラクションかもったいないなできれば保持したかったけど、まあ自分の命には変えれないので、ね、よいしょ。さあ後ろチラチラ見るけども、まだ赤コーラ持たれてるっぽいかな。まあ多分生かし、いやクラクション持ってるね、置いてるか置いてしっかり、え当たってないのそれなんで絶対当たってるはずなんですけど、よいしょ。さあしっかりとジャンプも出して、おつ置いたろニボムは置くでしょニボムは置いても全然問題なし。さあトゲゾ飛んできたけど、まあ、これは素直に食らって、お熱いバナナでしっかりとトゲゾ軽減をしていきまして、さあボム兵見せてるから、まあ真ん中に置くのが安牌ではある。さあしっかりと兄さんも爆撃していきます。強いよ、さすがに強いですさすがにニボムは強すぎる。さあ後ろチラチラ見るけども、だいぶ離れてるから、まあこれは赤コーラ無限に飛んでこなけりゃいけんじゃね。とりあえず赤コーラを、おっとなんかやらしいボムが飛んできてるけど、さあ真ん中にバナナ設置しておいて赤コーラケアもしてるけど、ボム兵引きすぎだろ、熱いボム兵引きすぎ、オンザビーチで、ちょっと待って危ない危ないあそこ隙間あるからたまに落ちるんだよな。やばいトゲゾ飛んできてるけど大丈夫、これ大丈夫だよね、間に合うよね、いいよしてオッケーせーいや完全にこれボム兵に救われたわ、よし。さあ4レース目がウォーターパーク、よいしょ。まあ正直こういうコースだと、まあちょっと水中あって実際弱いんじゃないかなと思うんですけども、比率で考えてほしい。このコースにおけるこの水中の比率実はめっちゃ少ないんだよね。だってほんとちょっとだよ本当にね、この中盤ちょろっとからの最後ちょろっとだから、そんなにね弱くはない。しかもねこれあんまり知ってる人少ないと思うんだけど、反重力と水中が重なってる場所って基本的に反重力が優先されるのであんま気にならない。本当にこのちょろっとだけを我慢すれば全然ね強いっていう、そんなねカスタムとなっております。まあ、ただこれで負けちゃうと信憑性が一気になくなっちゃうので、サンドゥ出てる、おおありがたい。これはちょっとダブル取っていきますか。まあ、かなり苦しい展開ではあるんだけども、まだなんとか巻き返せる可能性はありそうだから、これも一気に金キロで前詰めちゃいますか。さあガーッツリ前詰めていきまして、よいしょ、もうここもいい感じに前詰めていこう。パツくんは弱いからこれ早めに使っていこう。パツくん使ってアイテム交換していきたいな。さあコインも1枚ちまちま取っていきまして、よいしょ。さあアイテム回していきまして、いやー昨日1緑コーラか。さあ前に4人いるからなんかいい感じに争ってくれたら嬉しいんだけど、いいぞいいぞ、争ってる争ってる、いいぞ、争い、よしよしよし、いいよ、3まで上がった。さあこっからどうするかだけど、これイカスミいい感じに、いやー消えてくれないか、まあ構わない。さあしっかりとミニターボ出していきまして、さあどうしようかな、これ一旦アイテム交換しておきますか。一旦アイテム交換してクラクションか、とりあえずこれは自分の保身で持っておきますか。よいしょ、さあ危ない、後ろにパナされてボム兵はそれは大丈夫か。とりあえず後ろの人がキノコ持ってるけどやられてるから、これは確実に2位取りに行きたい。オッケーオッケー、ウィニング形態のクラハッキでよーし耐えの2位、オッケーいや逆によくね、あそこから持ってったわ2位まで。まあこんな感じでね、立ち回りさえ結構うまくやれば全然そのネガな部分は消せるんですよ。さあ5レース目がよいしょ、ロックロックマウンテン、うーんどうしようかな、ここも打開狙っていこうかな。まあ、ちなみに打開っていうのは後ろからね強いアイテムを持って一気にね上がっていく戦法のことを言います。さあしっかりと止まって、まあ、ちまちまコインも集めていきますか。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりとね10枚まで集めていくことが大事になってくるんですけども、ちょっと前の方でミドさん持ってる人が多分後ろにパナしてくるだろうから、
まあ、しっかりと気をつけながらね、アイテムも交換していきます。よいしょ。さあ1位がいい感じに離れてくれてるから、まあ、あとはコイン集めつつうまいこと上がっていければって感じなんだけど、多分これ強いアイテム出るはず。おお、熱っ。これで勝ってもいいな。これで、まあ、次2周目キンキノでパナして上がりつつ、そうね、キラーでなんとか上がれればかなり強いんじゃないかな。あと結構縦長なんで、まあ、サンダーも振ること考えたら、そうね、でもサンダー振るところ見は見、あーでもちょっと待って、ファイヤーボール持たれてるから、これ、いやー、それ無理だね、当たっちゃう。うーん、赤コーラも無理だね、赤コーラも、いやー、サンダーが、まあ、ここで振る分には全然美味しいな。注意で食らったらそんだけ、まあ、後から強いアイテムで上がれるので、これはちょっと一旦止まって9位で割りますか。よいしょ、9位で割っておいて、いや、キンキの木野さん悪くないな。これで上がるのもよしだから、まあ、一旦これで前詰めていきますか。前詰めて、まあ、次のアイテムでなんやかんや引けたら強いかなっていう展開を作っていきたいが、どうですか、ここで何引くかだっけ。どう、おっつ、テレサ熱くね、これ。これあります、このテレサあります。ただね、コインが8枚でちょっとそこがね、気になるところではあるけども、よいしょ、まあ、なんとかして上がっていきますかと思ったけど、また同じ人だなこれ。ちょ、当たらないように、危な。さあ、赤コーラ持たれてるけど、いや、ちょっとフラフラ走られてるから危ないな。まあ、ちょっと当たらないように気をつけながら、まあ、しっかりとね、走っていきます。これ前でね、キノさん持ってる人いるから、ちょ、あの人のキノさんをパクっていきたいな。さあ、ここでパクる、ここでパクる、パクれてるでしょこれ。よしよしよし、パクれてる。さあ、しつけとショートカブチバラして、これであれでしょ、パクられた人は俺のキノコなくなって上がれないから、そのまま俺が1位に滑り込んで、よーし、チェーンオーケー。え、ちょっと待って、1位だよね。え、さ、よーし、チェーンオーケー。いや、今のは完璧だったわ。もうテレサの使う場所あそこしかなかったもん。あっち、オッケー。さあ、6レース目はヨッシーアイランド。ここもね、中盤にね、ちょろっとね、水中があるけど、まあ、ちょろっとなんで、まあ、実質の王冠です。実質、まあ、あの水中がないと言っても過言ではない。え、ということで、よいしょ、ガツガツ前詰めてね、走っていきます。さあ、ヨシコにデイジーのなんかバナナ持ってる危ねえのがいるけど、まあ、ここは気合でね、前に鬼出ていきながら、なんで、ちょっと待って、俺の赤コーラどこ行った？ちょっと消えてるし、しかも2位が赤コーラ持ってて危ないので、あの、ちょ、道譲りたいんだけど、あの、道譲ってるつもりなんだけど、な、道譲ってるつもりなのに、なんか前出られず。さあ、どうしようかな、これ。ちょっと俺が取るか、俺が取るか。よし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 、いいぞいいぞ、悪くないぞ。さあ、これ1位のデイジーがバナナ持ってて危ないのでね、ちょっとライン外しながらね、警戒していこうと思うんですけども、怖いな。なんかいつ置かれてもおかしくない雰囲気出てるから、まあ、しっかり警戒しながらね、行こう。あー、ブメ持たれてるね。これはちょっと話が違うから、ボム兵置きたかったんだけど、いや、それは無理だよ。それは譲れないよ。さあ、1位踊り出て、ちょっとコイン足りないからコインでも取りに行きますか。まあ、ちなみにヨッシーアイランドって、こう見えて結構滑るコースなので、そういうコースとかだと、こういうね、いやー、なんかキラ強っ。よいしょ。ね、グリップが高いね、カスタムだと、まあ、アドが取れるっていうね、3台になってます。ナイスナイス、いいよ。やばい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 、後ろがファイヤーボールで暴れてらっしゃる。1回逃げる、1回キノコで逃げる。さあ、どうしようかな。アイテム交換して、おお、1位キノコ交換してるね。さあ、俺もキノコ引いたけど、いや、これ一旦保持でいいか。一旦保持って様子見よう。まあ、俺から1位にちょっかいかけなくてもいい盤面ではあるから、まあ、様子見。さあ、キノコモッコ引いた。トゲゾウ飛んできたら、まあ、俺が勝てる場面ではあるし、まあ、トゲゾウなくても俺が1位。待って、またやばいのがいる。まあ、ファイヤーの次はブーメラン持って上がってきやがった。いった、危ない。しっかりかわそう、しっかりかわして、まだブーメラン持ってる。オッケーオッケーオッケー、俺が割ろう、俺が割っておこう。お、下行ってる、あ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 る、熱い。やばい、これまずい、これまずいです。危ない、しっかりかわして。え、どうこれ、いけない。いやー、もうか。いやー、ちょっとブーメラン避けるにはあれしかないからね。まあ、当たってたら多分もうちょっとね、まあ、順位低くなってたから悪くはない D ではあるけども、1点取りたかった。さあ、7レース目はキノピオハーバー。さすがにさっきのはね、
よいしょ、もうブーメランだったりファイヤーで圧力かけまくかけられまくりだったからね。ちょ次こそはし、いやちょっとそのヨッシーの押しね、よし、ちょっと押しがすごい、押しがすごいから、これはもう中井に切り替えますか。よいしょ、さあしっかりコイン集めながらね、よいしょ、立ち回っていきますか。さあピョンとジャンプは出ないけど、ジャンプこそ出ないけど、まあ早めに前戻るでも良さそうだな。さあキノさん、バナさん、これ結構熱くね、このキノさんで前戻って、まあ、バナさんで防御を固く固めていくでも全然良さそうではある。さあコイン落ちてるのでしっかりと集めながら走っていきまして、 OK10 枚には集まった。さあいい感じに前も削れてるから、まあ、前には詰めやすそうであるけど、またファイヤーボール持ちがいるから、まあこれはちょっと早めに逃げて距離取っておきますか。さあファイヤー散らされてるけども、まあさすがに当たらない距離か。はあそれは無理だねそれは当たっちゃうねさあおお、バナさん裏戻ってきてくれた。さあどうしようかな、ちょっと前の人がねミドさん持ってて危ないので、一旦ちょっと防御固めでいきますか。よいしょ、さあちょっとラインがやや崩れ気味だったので、一旦ここはね立て直していきまして、ただ次のアイテム交換ぐらいはまあアイテム回しておきたさあるので、まあバックスナイプ警戒しつつ走っていきますか。さあ3位の人が未だにミドさん握ってるから、まあちょっと前出づらいところではあるけど、どうしようかなこれ崩す手段あるっちゃあるけど、あるけどこれは後ろで、まあ無理やり前出た方が多分やりやすいだろうから、これで良さそうだね。さあミドさん引いたから、これで一旦防御固めていきますか。前2人はねちょっとあれだね、展開的に噛むのが難しそうだから、まあ2人でなんか争ってくれることを期待しながらいきますか。さあトゲゾー飛んできた、悪くないよ、トゲゾー飛んできて、こっから何ができるかな。おソンドフット、いやこれどうだろう、一旦アイテム回す、回して赤さん強っ、ずるやんこんなんクソずるやんこれさあジャンプ出して失礼しますさあこれで思いっくそ危ねえ危ねえ危ねえ D やらしい、今の最後のウイニング赤コーラ普通に当たりそうになったわまあでもしっかり見切って、うーわトレインセカンドになりつつあるさあそろそろね1位取って動画締めていきますか。よいしょ、コースはマリオカートスタジアム、まあこれはどうしようかな、打開しよう、打開してもういい感じに勝とう。よいしょ、さあしっかり止まって、まあ、コインないのでちょっとね早めにコイン取りに行きますか。さあこの人の復活、あーちょっと待って、ダッシュボード踏んじゃった、ちょっとガバガバがすぎるんだけど、まあいいわ、この先うまいことコイン集めながらまあ戦っていきますか。よいしょ、まあ、しばらくは後ろチラチラして良さそうかな。さあアイテムじゃないな、コイン足りないのでしっかりとコイン集めていきまして、これはいらないから後ろに捨てておきますか。さあちょっと待って、あのスター全然出ないんだけど全然出ないんだけど、出る距離感で割ってるんだけどな。よいしょ、まあさすがにこれで上がりきれないのでしっかりとアイテムを回しながらね走っていきます。さあスター引いたけどどうかな、熱いねー、このキラー熱いねー。さあサンダー回避がどうかなってところだけど、まあぼちぼちココイラで入れておきますか。頼むスター、熱っ熱っ。さあしっかりとロンキー入れていきまして、さあいい感じに5位までスター持ってこれたけど、まあちょっとパンチ足りないから、キノさんはまあさすがに粘りすぎか、欲張りすぎてる気がするから、頼む。お、ブーメランも全然悪くないよ、ブーメランも悪くなくて、さあどうしようかなんだけど、これはもうこのまま暴れていきますか、暴れて前詰めていきたいんだけど、いや1位がちょっと遠いな、1位が絶妙に遠くて、いやー待って、これ危ないからしっかりとアイテムも交換しつつ、昨日位置でどう、いやちょっと伸びなさそうだなこれは、いやまあそれでもなんとか2位かやばいやばい、また2位しか取れないジレンマにかかってきてるやべえどうしようさすがにそろそろかと、これはマジで流れが来ちゃってるからもうここで決めます。よいしょ、コースはサンシャイン空港、ちょっと待ってこれ大丈夫か、あジャイロ入ってる、ジャイロ入ってる、これジャイロ入ってるからうまいこと切り替えていきまして、さあお初手ミドさん熱いね、
暑いけどちょっと前には出れなそうな雰囲気あるから、まあ、ちまちま走っていきますか。よいしょ。さあ4、おお、なに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 、何が起きた、今何が起きた、マジで。さあ、おっと、いいよ、コイン余ってるからしっかりと回収していきまして、待て待て待て、いやー取られてるね、完全になんか取られたね。よいしょ。さあ風取りたいんだけど、なんか前出ちゃったから、まあ、これはダブルアイテムもらっていきますか。さあしっかりとメイズも入れつつコインも回収していきますと。さあ後ろがどうしようかな、ブーメラン持ってるからちょっと怖いところではあるんだけど、まあ、このまま走るしかないよね。オッケーオッケー、ブーメラン持ちやれた、これでかいわ。さあこれで結構安心して2位張れそうだから、まあ、このまま1位にトゲゾが飛んでくるまで待ちでいいかな。よいしょ。さあジャンプ出して、まあ、ただちょっと1位離れてる気がするから早めに戻しておきたいところではあるんだけど、さあボム兵引いたからこれは置きますか。さすがに置いた方が良さそうだね。これ置いてしっかりと、まあ、後ろを隔離していきながら、まあ1位とね距離を詰めれる準備をねしっかりと整えていきます。さあトゲゾウ飛んできた、悪くないよ、このトゲゾウ美味しいよ。さあしっかりジャンプ出して、なんか持ってるかな、どうだろう。いやサンダー食った、これいいんじゃないの。1位アイテムすぎだから赤コーラ引けれたら熱いけど、いやーキノコか、ここでキノコか、いやまだ大丈夫、まだチャンスある、まだいけます。よいしょ。さあジャンプ出して、1位の人がダブル取りに行ってるね、あれは硬いね。固く取りに行ってるね。いやただ、いやーここも赤コーラ引けねえか、いやまだいける、まだいけるか、これまだ行きたいよ俺は。赤に積もればなんとかなる、頼むよ、頼みますよ、ここで。うっ積もれ、うっ、積もれないんですけど。嘘でしょ、ここまで来て積もれないことある。ジャンプ出して、また2位かよ。ちょっといつになったら終わるんだろうこれ。マジでずっと2位しか取れないんだけど、ちょっと頼みます、そろそろ、マジでそろそろ頼みます。コースは64のカラカラ砂漠、もう打開します、さすがに打開します。よいしょ。さあしっかりアイテムも回しながら、テレサいらないからまあ、ぶち回しておきつつ、さあバナさんもいらないのでポイポイ捨てつつ、よいしょ、アイテムね回していきます。さあどうしようかな、とりあえずコイン欲しいのでしっかりとねコインをうまいことね集めていきます。よいしょ。さあ9枚になったけど、まあ、ちょっと1位がね近いので、まあ距離をね適切に見つつ走っていこうかな。さあ近畿のスターか、キンキノがちょっと邪魔だからこれ使いますか。キンキノ使って、まあ、適当にアイテムを減らしながら次のアイテムで、まあ、上がる三段つけていきたいね。さあしっかり止まって回していきますが、どうだろう、まあこれは行くしかないか、これは行くしかなさそうだね。キラー熱い、キラー熱いよこれ、このキラー熱い、このキラーで勝てます。危ない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 、しっかりとかわして、かわして、ここで入れる、どうキロさん、お願いキロさん、来たー。ようやく来たー。どけどけどけ。よし、これはモロタやろ、さすがにモロタでこれ。よいしょ。さあしっかりとウルトラミニダボ食べながらバナナ熱い。さあしっかりとショートカットかましていきます。まあ、念のためアイテムも取っておきまして、緑熱い、これはもうさす、あーちょっとダート噛んだけど大丈夫、こんだけ距離あったらいやーせーちゃんオッケー。ようやく来たわこの流れが。いやー気持ちいいね、トレインセカンドからの1位はね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね少しでもいいな、面白いなと思ったらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。